先週号でちょっと僕言うのはしなかったんだけど、はい、このあの、まあいろんなね、そのなんだろう、コロナ関連の記事があるんだけど、はい、この新型肺炎の最大の犠牲者は貧困層だとい う、 そ、 うです、ね、そのニューズウィークのですね、はい、先週号ですけど、はい、この記事は非常に優れたレポート、かったですね、レポートだったね、これはね、はい、はい、これは他のあれでなかなかあの取り上げてないようなことですね、うん、そうですね、うん、だから病院にも行けない層があると、そうなんだ、はい、で電車も乗れないと、うん、電車というか飛行機も当然乗れない人たちですから、うん、逃げ出すこともできない、大体もう発症したのはやっぱ貧困層じゃないかと言われてるわけですよ ね、 そうですね、その海鮮市場でね、はい、コウモリとかですね、動物を扱っている人たちですね、蛇とかね、はい、こういうのを食ってるわけですから、うん、病院に行く可能性がかなり低いと、うん、中国の医療制度は中流階級さえ適切な治療を受けるのが難しいことで悪名高い、国民の大多数にとって質の高い医療へのアクセスはないに等しい、中国人医師の大半は学部レベルかそれ以下の教育しか受けておらず、資格のある臨床医師、アメリカの医学博士に相当は大都市の病院にしかいない、それらの病院も今や患者であふれ、スタッフはパンク寸前 で、それより前にですね、うん、公的な医療保険も近年は拡充されているが、社会保障が特地と結びつけられている、特地管理制度、戸籍管理制度、はい、特地の登録は基本的には出身地に縛られ、居住地や受けられる教育、公共サービスも居住地に限定されちゃう、はい、そうすると地方の住民が優秀な医師のいる都市部の病院で公的保険を使って受診することができない、はい、しかも土地のある土地から遠く離れたところで働くでっかすぎ労働者は全く保険を利用できない、そうです、うん、これを読んで、そうん、ああやっぱりそうなってたのかと、ね、まあ、多分下の人はダメだろうなと思うんですね、うん、あとその武漢の発表した時間と封鎖した時間とか考えると、うん、500万人逃がしてるじゃないですか、そうそう、あれは共産党関係とそれなりの人を先に出して、うん、午前2時に発表してね、そうそうそう、だから残り6000万人の人は気がついたらもう封鎖されてあったっていう話ですね、だから基本残りの6000万はどうでもいい人たちだったんだと思うんですよね、うん、中国共産党にとってはね、うん、はい、それでもっとひどいのはね、武漢周辺で検疫が強化される中、当局からひどい扱いを受ける可能性もはるかに高い、そのまずい貧困層はね、三次はしばしばエリート層をパニックに陥れ、貧困層やよそ者を孤立させる、76年の東南大地震の後には農村部から都市部に避難してきた人々を都市部の民兵組織が略奪者として殴り殺したり射殺したりした、うん、武装した警官や町に取り込まれた市民の間に不安が広がれば、こうした危険な衝突が起きかねない、うん、さっきから言ってるようにウイルス関連でいろいろみんなやってるんですけど、はい、こういう視点で取り上げた記事っていうのは今までなかったね、そうですね、うん、そうそうそう、やっぱりさすがニュースウィークだなと思いましたね、向こうの階級性のね、うん、階級性っていうか、そこにポイントを当てた記事はないですよね、そうですよね、はい、そうなんだよね、うん、で先週が私たちが日本の丸々の好きな理由って中国人編で、はい、今度は私たちが日本の丸々の好きな理由って韓国編で、はい、中国と韓国のですね、はい、人たちの、日本でまあ仕事をしたり活動したりしてる人たちも含めですね、はい、日本のこういうところが好きだとかね、はい、いうことをこう言ってくれてるわけですよ、はい、だけどなんか今ちょっとなんていうか、これはこれで面白い企画だし悪くはないんだけど、うん、はい、今なんかちょっとピントが外れちゃいましたね、全然読めないですね、そうそう、うん、気持ちよくね、そうそう、いや逆に、うん、コロナウイルスをもっと大々的にね、はい、やってた方が売れたと思いますね、まあよかったね、うん、これはまあ前々からね企画してたんで、はい、たまたまここで2週続けてやったんでしょうけど、はい、この時だったらこの今言ったその先週号だったら こっちを大きくした方がいいですね。大きくした方が良かったですね。そうそう、柱にした方がいいですね。柱にした方がいい、はい。今週もやってますからね。今週もやってるんですよ、はい。新型肺炎と世界市場っていうんで、はい、やってるんですけど、これを大きくした方が良かった。たまたままあこれは苦しいんだよね。しょうがない、この週刊誌だからな、はい、うん。ここでも新型コロナウイルスから身を守る10の方法っていうのをやってます、ね。ネズイクでも今週やってますけどね。はい、外出するときは手袋、冬のミントや屋外用手袋を着用する、はい、そういうのがいいんだね、素手、うん、で自分の顔や目に触れない、はい、手袋を毎日交換する、毎日交換するって言うのそのことができないんだよなだから使い捨てにした方がいいとかね、マスクならまだしもな、使い捨て手袋ってあんの、100均とかで、
毛糸のなんか伸びるやつとかあるね。あれをもう買っといてっていうのってあると思います。マスクは屋外ではあまり役に立たないと、浴室とキッチンのタオルを全て取り替える、うん、で家族は自分用にするとかね、ドアノブに注意、食事をシェアする場合は自分の箸やフォーク、スプーンで食べ物を取らない、うん、だから中華料理なんか食べ大皿だとやるな、大皿な、はい、箸をその専用でね、はい、やらなきゃいけない。それからウイルスの原因がどの動物か判明するまで、これはまだ判明してないわけだ。そうです、うん、まあ、コウモリに最近なってきましたよね、うん、生きた動物や魚を買って調理しない、室内の空気を入れ替える、看病する時にもちゃんと注意しろとかね、はい、これ当たり前のことが書いてあるんですけど、うん、しかしこれ経済的にも大変な影響を与えてくるっていうの、ね、新型肺炎が市場崩壊をもたらすし、はい、うん、医薬品や部品などの国際的なサプライチェーンは中国なしでは維持できない、うん、アメリカ人の使う医薬品の原料を製造する施設の 13% は中国にある。韓国のね、サムスンとかも部品がないという状況ですし、まあね、日本の自動車も多分部品がなくなってくると思うので、多分相当いろんなことが止まってくると思います ね。世界第2の経済大国で半年先までの物流が妨げられ、人の移動も困難な事態が続けば、損失は甚大なものになる。2003年の SARS や15年の MERS、 さらにエボラ出血など、これまでも新たな感染症の大流行は世界の株式市場に短期的な打撃を与えてきているが、その影響が長引くことはあまりなかった。しかし今回はまだ全然分かってないから、長引く恐れがあると。ありますね。こういう話ですよね。はい。